おはようございます。平成27年4月21日港区議選告示3日目でございます。今日の朝は、東京メトロ南北線麻布十番駅のこちら3番口でございます。これまで、毎週隔週でですね、火曜日、この場所で朝の駅頭活動をやっておりましたけれども、告示期間始まりましても同じように火曜日の朝は麻布十番の3番口ということで皆様にご挨拶、握手、などをいたしました。お声掛けいただいた方もおられます。はい、今日も3日目、まだまだ選挙始まったばっかりでございます。気合を入れて気を引き締めて、確実に皆様の願いが市政に届けられるように一歩一歩皆様の思いを固めて受け止めて参りたいというふうに思っております。東京メトロ南北線麻布十番駅3番口より港区議会議員候補次世代の党公認山本ヘルミがお伝えをいたしました。